台東区からのお知らせです。一人一人が個性と能力を十分に発揮できる男女平等参画社会の実現に向けて、2023みんなの羽ばたき21フォーラムを開催します。9月23日土曜日と24日日曜日のご覧の時間は、障害学習センター4階で男女平等推進団体によるワークショップやパネル展示を行います。大人も子どもも誰でも参加できるイベントを多数実施します。また9月24日日曜日午後2時からは講演会、親子3代みんなで子育て、これが菊蔵流を行います。会場は障害学習センターミレニアムホールです。講師の林家菊蔵さんに自身の子育て体験を交えた子育てのポイントや、落語家ならではの子育てについてお話しいただきます。入場は無料、定員は270人です。講演会は先着順です。当日直接会場までお越しください。なお託児サービスはご予約が必要で、定員に達し次第終了いたします。ご希望の場合はお早めに男女平等推進プラザへお電話、または窓口にて必要な旨をお伝えください。お問い合わせは男女平等推進プラザ 03-5246-5816 番までどうぞ。障害がある方への支援についてお知らせです。令和5年10月から通学支援事業が移動支援事業に事業統合されることになりました。移動支援事業とは、障害がある方や障害があるお子さんに対して社会生活上必要不可欠な外出および社会参加のための外出時にガイドヘルパーを派遣し、移動の介助を行ったり介護を提供したりするサービスです。この度事業統合となる通学支援事業は、保護者や家族の就労、病気などの理由により単独での通学が困難な障害のあるお子さんに対し、登校や下校時にガイドヘルパーを派遣し、目的地までの送迎を行うとともに通学時の安全を確保するサービスです。どちらもサービスをご利用いただく前に申請が必要となります。利用方法や費用などの詳細については担当までお問い合わせください。お問い合わせは障害福祉課総合相談担当 03-5246-1202 番までどうぞ。今年は国民健康保険証の更新年です。10月から保険証が新しくなります。対象となる方は、これから届く保険証が入った郵便物を必ずご確認ください。10月1日からお使いいただく新しい保険証は、9月中旬に簡易書き留め郵便で世帯主宛にお送りします。なお、世帯の国民健康保険加入者数によっては封筒を複数に分けてお送りします。受け取りができなかった保険証は台東区役所へ返送されますので、9月下旬以降担当窓口までお問い合わせください。お問い合わせは国民健康保険課資格係 03-5246-1252 番までどうぞ。区ではがん検診を受診した方の体験記を募集しています。これを機にがん検診の大切さを皆さんに広めてみませんか。がん検診を受診して早期発見、早期治療ができた、がん検診を受診してよかったなどの体験記を募集しています。ご応募いただいた方には粗品を差し上げます。なお、応募いただいた体験記は区のがん検診の受診啓発に使用することがありますが、個人が特定できる情報は掲載いたしませんのでご安心ください。応募される方は
画面上の二次元コードを読み込み、台東区公式ホームページから電子申請でお申し込みいただくか、指定された書式に必要事項を記入し担当までご郵送ください。指定書式は台東区公式ホームページからダウンロードできます。また電子申請郵送のほか、お電話での応募も可能です。申し込み締め切り日は12月20日水曜日です。お問い合わせは台東保健所保健サービス課母子成人保健担当 03-3847-9481 番までどうぞ。